宮本君。日本共産党の宮本武史です。大阪府豊中市の国有地売却問題、これは実に不可解な事件であります。このパネル位置を見ていただきたいと思うんですね。今回のこの青い線で、囲まれたところは豊中市が2010年3月に防災公園として14億2300万円で購入した土地であります。右側の赤い線で囲まれた土地が今回学校法人森友学園が小学校用紙としてわずか1億3400万円で購入した土地であります。今回のこの赤い土地はですね、2011年7月森友学園よりも先に別の学校法人が購入を希望していた事実がありまして、この学校法人は朝日の取材に対して当時5億8000万円を提示したが、国側はその価格では低すぎるとして折り合わなかったと、こう答えております。それが昨年6月の20日、この土地がわずか1億3400万円で森友学園に売却をされました。パネルのこの2を見ていただきたい。その流れをですね、パネルに示したものがこれであります。なぜこんなに安いのかといえば、まず不動産鑑定士が鑑定した土地の時価は9億5600万円でありました。で、地下埋設物の撤去費用として8億1900万円の値引きが行われて1億3400万円に下がったわけですね。で、この8億1900万円もの値引きは国土交通省大阪航空局が行った計算でありまして、全敷地の約6割5190平米について杭を打つところで 9.9 メートル、その他のところは 3.8 メートルでまで地下に埋まっている廃材などのゴミを全部取り除いて、1万9500トン、ダンプカー4000台分の埋設物を運び出し、処理をした場合の計算になっております。この8億2000万円の値引きについて、大阪航空局はなぜこのような地下埋設物の撤去、処分費用の見積もりを行いましたか。佐藤航空局長。お答え申し上げます。本件土地の地下埋設物の撤去処分費用について、大阪航空局では近畿財務局からの依頼を受け、近畿財務局と協議調整を行いながら、本件土地が小学校用地であることも勘案し、当該土地を価値のないものとするために必要となると考えられる地下埋設物の撤去処分費用の見積もりを工事積算基準に基づき行ったものです。すなわち土地の価値を算定するにあたって想定しておくべき地下埋設物の撤去処分費用を見積もったものでございます。委員長。宮本君。小学校用地であることを勘案し、学校前提として価値のないものとする、これがこの見積もりの根拠なんですね。ではまず基本的な事実を確認いたしますけれども、近畿財務局および理財局は現に森友学園が大阪航空局の見積もり通り5190平米について杭を打つところ 9.9 メートル、その他 3.8 メートルの深さまでのすべての埋設物を取り除き、1万9500トンもの埋設物を運び出し処理をしたと、このことを確認をいたしましたか。佐川理財局長。お答え申し上げます。先ほどから申しましたように、本件はですね、まさに、不動産売買価格、不動産鑑定価格から、住宅費用、撤去費用を控除しました時価で売却したものでございまして、実際に撤去されたかどうかにつきましては、契約上も確認を行う必要なく、詳細については今、承知でございます。宮本君。驚くべきことにですね、8億円以上もの値引きをしておきながら、近畿財務局も大阪航空局もそもそも確認すらしていないと、その必要すらないという答弁なんですね。で、現に森友学園の籠池理事長はラジオのインタビューで、運動場の下は取り出さなくていいんですから、触っていないんだからそこにお金がかかることはありません、こうはっきり述べております。このパネル3を見ていただきたい。
8億2000万円の値引きは、ゴミの撤去費用でありますけれども、このうち校舎の建っていないところ、運動場などはやっていないというんですから、先日の国交省への私の答弁によりますと、その分だけでも森友学園はこの土地を3億6000万円も安く買った計算になります。しかもですよ、それ以外も実際にどれだけあったのかは、先ほど答弁があったとおり、把握も確認もやっていないし、する必要はないと、こういう答弁なんですね。ではですね、先ほど航空局が答弁した、学校前提として瑕疵のないものとするために、必要となると考えられるこの撤去費用、処分費用、これはいかなるものであるのかということを聞きたいと思うんですね。今日は文部科学省に来ていただいております。大阪航空局が見積もったように、この土地にですね、廃材や靴、タイヤといった生活ごみが埋まっている場所、ここには規則位部分は 9.9 メートル、その他のところは 3.8 メートル、全部土を取って、それらの埋設物をふるい分け、1万9500トンの埋設物を取り除かなければ、学校の校舎として認められないと、こういうことですか。文部科学省文教施設企画部長、山下修君。大臣君。松野文科大臣。文部科学省におきましては、小学校を設置するのに必要な最低の基準として、小学校設置基準を定めてございますが、この省令の中で、学校予定地の土壌汚染や地下埋設物についての具体的な定めは設けてございません。なお、法的な拘束力はございませんが、文部科学省としては、学校施設の計画、設計上の留意事項を示したガイドラインである小学校施設整備指針を定め、建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質、地盤であるとともに、危険な埋設物や汚染のない土壌であることが重要である旨記載し、学校設置者等に周知をしておりますが、いずれにしても法的な拘束力はないというものでございます。宮本君。ないんですね。ガイドラインはあるけれども法的な拘束力はないと。この土地にあった鉛やヒ素等の土壌汚染はすでに処理済みでありまして、値引きの8億1900万円には一切入っておりません。そして大阪航空局が見積もったような8億2000万円もの工事をしなくても学校は十分建てられることがはっきりいたしました。そうなると今回の8億円値引きほど不可解なことはないんですね。しかしこのような奇怪なことは政治家の関与なしには起こり得ないと私は思います。そこで聞くんですけれども、近畿財務局は売買契約前に森友学園側と土地価格や除去費用についての価格を提示し、値引き交渉を行っていた事実は絶対にないと言い切れますか。佐川理財局長。近畿財務局から学園側に対しまして、法令等に基づく契約手続きの前に本件土地の鑑定価格等につきまして示した事実はございます。宮本君。具体的にいくつか聞きたいと思うんですね。2015年の9月4日午前10時から12時の間、近畿財務局9階の会議室で近畿財務局は森友学園側と売買価格の交渉を行ったのでありませんか。佐川理財局長。お答え申し上げます。今の細かい会議の記録について手元にございますので、ちょっと確認できてございません。宮本君。私が入手した資料によりますと、その2015年9月4日森友学園の建設工事を請け負った木原設計の所長、中道組の所長と近畿財務局の池田統括管理官、大阪航空局の高見調整係が近畿財務局の9階会議室で会合を持っております。
土壌改良工事の価格をめぐって交渉したのではありませんか。この時の交渉内容を明らかにできますか。佐川理財局長。お答え申し上げます。国有財産の管理処分につきましてはですね、一般的に先方といろいろなその特に地方公共団体も含めて随意契約を行う場合についてはいろいろな手続きの説明等の会議を開くこともあろうかと思いますが、今ご指摘のお話につきましては確認しておりませんし存じません。宮本君、確認していただけますか。いや、佐川理財局長。理財局長、大変失礼いたしました。語尾をはっきりさせていただきます。通告もありませんし、今のようなご指摘については、確認できておりません。宮本君、確認しますね。佐川理財局長。そのようなですね、個別の会議はたくさん開かれると思いますので、そうした交渉局については残っていないというふうに思われます。残っていない。残ってない。宮本君、残っていない。調べようがないということを言ってるんですか。それは佐川理財局長。応援者に探しておれ。かしこまりました。確認させていただきます。委員長。宮本君、確認をしてくださいね。私が調べたところでは、その2015年9月4日の会合では埋設物撤去費用の処分価格が具体的に出されて、撤去費用や土地の価格などについても検討しております。例えばその場で近畿財務局は、建築に支障ある産廃及び汚染土は瑕疵に当たるため費用負担義務が生じるが、それ以外の産廃残土処分が通常の10倍では到底予算はつかないが、借主との紛争も避けたいので場内処分の方向で協力お願いしますと語るなど、かなり具体的な埋設物の処理内容費用について詰めた議論をしております。資料によると業者からはかなり高額な処理費用が提示されております。このような交渉があったということは事実だと思うんですね。交渉記録そのものを私に提出していただけますか。佐川理財局長。いずれにしても調査をさせていただきます。宮本君。近畿財務局が昨年6月に売買契約を締結した国有地の売却に関する交渉記録も今言ったようにあるかどうかわからないという答えでありました。この記録、交渉記録あるいは面会記録、これはすべて残っておりますね。佐川理財局長。昨年6月 の売買契約の締結に至るまでの財務局と学園側の交渉記録につきまして委員からのご依頼を受けまして、確認をしましたところ、近畿財務局と森友学園の交渉記録というのはございませんでした。おお、宮本君、いつ廃棄したんですか。佐川理財局長。お答え申し上げます。面会等の記録につきましては財務省の行政文書管理規則に基づきまして、保存期間1年未満とされておりまして、具体的な廃棄時期につきましては事案の終了ということで取り扱いさせていただいております。従いまして本件につきましては平成28年6月の売買契約、締結をもちましてすでに事案終了してございますので記録が残っていないということでございます。宮本君、驚くべき答弁ですね。6月の20日に売買契約を交わしたらその日のうちに処分したってことですか。そんなら国民全く納得できないですよ。そういうことですか。佐川理財局長。
今申し上げましたように売買契約締結をもって事案終了しているということなので、当日その日かどうかは別にしても速やかに事案終了で廃棄をしているということだと思いますので、記録は残ってございません。宮本君、先ほど総理もですね、会計検査院が調査を行うだろうとこういうふうにお触れになりました。今日は会計検査院に来ていただいております。昨年売買契約をしたこの本件について2016年度決算報告の対象となると思うんですけれども、すでに会計検査は終了しておりますか。会計検査院川戸委員長。本件国有地の売却につきましては一連の事実関係の確認をした上で国会でのご議論も踏まえて正確性、合規性、経済性等の多角的な観点から検査を実施してまいりたいと考えております。そして検査結果として国会に報告すべき事態があった場合の報告時期につきましては検査及びその結果の取りまとめに必要な期間を確保した上で報告したいと考えております。委員長、宮本君。いやいや、そういう検査をやるにあたってもですね、契約と同時に破棄したのでは検査のしようがない、調査のしようがないじゃありませんか。隠蔽と言われても仕方がないと、そう指摘せざるを得ないと思うんですね。私はこの国有地の売却は世間の常識に照らしてもあまりにも異常だと言わざるを得ません。委員長、事実を明らかにするために私は当時の担当者であった近畿財務局の池田統括管理官、辰川俊明管財部次長と当時の大阪航空局の高見調整係を証人として当委員会に招致することを求めたいと思いますが、ご検討いただきます。理事会で協議をさせていただきます。委員長、宮本君。政治家が関与しているのではないかと国民が疑念を持つのは当たり前だと思うんですね。財務大臣ね、それを明らかにする上でもこの取引に関わるすべての面会記録、打ち合わせ記録、まあ、今廃棄したという驚くべき答弁でしたが、まだ残っている電子データも含めてですね、すべて調査をしてすべて、本委員会に提出していただくことを求めたいと思いますが。麻生財務大臣。国有財産については、これは果実もご答弁申し上げましたように、いずれの場合においても適正な価格による処分を行うことが定められておりまして、時価による処分がなされてすでにおります。本件につきましても土地の所有者である大阪航空局から委任を受けた近畿財務局において、大阪航空局と協力して適正な価格によって処分を行っているものと私どもはそう承知をしております。ご疑問の点につきましては、先ほど会計検査院等々のお答えだと思います。委員長、宮本君。適正でも何でもないということを申し上げて質問を終わります。